頭と尻尾は、頭取って尻尾だけ残して、茹でるのさ、茹で卵そうなのさ。
油がありません。買ってきます。ただいまThank you.
どっちから食べたらいいの？そっちからこっちから。何？シソかナスの？いや違う、向き。いや、どこに？こんなに箸進まない。半分にする？嫌だったら食べるかな。いや、どっちがいいんだろう。こっちからしたら。味がしない、味がしない、味がしないってことは食べれるんじゃない。でも気持ち悪かった。どうしてこれしちゃって、なんか気づかない料理とかないのかな。実はこれナス入ってましたとか、みたいな。麻婆ナスだな。いやでも麻婆ってナスって言ってんじゃん。味濃いからね、大丈夫だ。いや多分これだったらナス、麻婆ナスの方が多分まだいけると思う。味濃いんでしょ、うん、きっと。これ単体で食べなきゃいけないじゃん今、うん、ナスって多分なるけど、麻婆ナスならもしかしたら食べれるかもしれない。いやちなみに今のは食べれたんじゃない。食べれた、味しないから。シソ行ってみる。シソ、シソはいけるよ。うん、全然いける。じゃあシソは克服したってことね。天ぷらならね。美味しい。ほんと衣。あ、こっち、そっち。うん、なんか変な味しないね、天ぷらにすると。シソって感じしないの。あ、なんかそのもしかしたら青臭いのが飛ぶのかもね。いや全然しないよ、衣の甘みっていうの。衣の甘さ、甘みって、なんつうの、この何の甘みなんだろう、これ。全然あの、嫌な感じしない。多分これね、シソの味なの。そうなの。うん、これシソの味だよ、なんかその感じるの、多分。ほんと、うん、でもなんか全部同じ味するんだけど、アスパラも。アスパラも極論全部シソでいいじゃん。食べれました、ナス。イエーイ。これはこれ、これ美味しかったよ。鶏でしょ。うん、柏店っぽいやつ。うん、美味しかった。これ味付いてるからつけなくてもいいよ。めちゃくちゃ美味しい。天ぷらだけ今度食べたいね。天ぷらだけって言っても食べれるのないじゃない。あと何、イカとか。イカはちょっと爆発するから怖い。エビ、いや、何つもさ、ひん曲がったやつさ、そのもうちょっと綺麗に上がってるの映してほしいんだけど。これこれは、これこれもなんかさっき、なんか、このやつなんですよ。エビ。おいしい。
いいよね、この辺。そう